主任のポートレース。はい、おはようございます、主任です。ちょっと朝からバラバラしちゃったんですが、まずは徳山の1レース、今日はね、ちょっとね、いつもと違って1月ちょっとね不甲斐ない結果に終わってるので、ちょっと今日1月最後の撮影日なんですが、ちょっとね、新たなここもの進め方をしていこうかなと思っておりまして2連単、あの動画のねコメントでもね、ちょこちょこいただいてたんですが、2連単の方がいいんじゃないかって。で、2連単ね、今でこそ3連複でやってるんだけど、実はこの動画僕ら上げ始めた頃2連単でやってたんですよ。で、あんまりね、そのやっぱすぐ1負けでも今みたいに1-2、ほぼ1-2じゃないですか、こんな。でね、動画的にちょっと面白いのかっていうのと、やっぱ3着争いを楽しみたいってことでね、3連複に変えていってたんだけど、ちょっとね、僕がもともとやってたここも法が動画向きかどうかわかんないんだけど、ちょっとそれで収支を徹底的に追いかけてみるっていうふうに、してみたいなと思っております。で、ちょっとね、今日硬いそうなレースを僕がピックアップして、勝つまでね、しっかり追いかけていこうと思っておりますので、ちょっとね、その説明もしながら、お付き合いいただけたらなと思います。よろしくお願いします。ここの徳山はね、1-2がもうバカ安、2倍しかないので1-3、1-4で買っておりました。なるみちゃん僕好きなんでね、1-3買ってるんだけど、まあ、ここは外れてる。ただまあ因がしっかり逃げてるので、まあ、こういうレースをしっかりねピックアップしていければ、どっかで必ず当たるでしょうと。まあ、要はそういう考え方ですね。はい、そんな感じで一日回していきます。どうぞよろしくお願いします。1月、今日最後の撮影日なのですが、ちょっとね、1月、不甲斐ない結果に今なってまして、ここ収支出してます。僕はプラスなんですよ。僕はプラスなんですが、雄平ジョージがね、マイナスをぶっこいてまして、ちょっともうあのやり方は一旦やめます。で、勝ちにこだわった、より勝ちにこだわった方法をやろうと思ってまして、新しい企画を今日デモンストレーションしていきます。2月から走らせます、もう一回ですね。で、どういったものかというと、ここに画像をボン出します。僕がピックアップしたレース、全場対象、全番組対象で、ここもできるなっていう番組をね、ピックアップしまして、まあ基本的には2連単で勝負していこうかなと。これもともと僕が動画やる前にやってた方法で、ただなかなかその動画でやるには、いろいろ大変だと。編集も僕らやりながら、編集しながら撮影してるんで、ちょっとね、ジョージの負担が増えたりもするので、撮影向きではなかったんですよね。で、一条を追いかけてる方が間があって、ちゃんと編集できて、早めに動画出せるってことで、そのやり方をしてたんですが、ちょっとね、2月はこの方法で、まあ、収支が出た方が、見てる皆さんもね、気持ちいいだろうということで、そういう方法に、変えさせていただきます。で、今日はそのデモンストレーション。まあ、ジョージにもこの方法、今日初めてやるんでね、しっかりこういう風に勝てるっていうのを証明しつつやっていきたいなと思っております。詳しいルールここに書いてます。で、どういったルールでやるかなんですが、イン逃げ率、逃がし率、モーターの良し悪し、外の気配ね、5、6オフスにいい人がいるかとか、その辺全部読み解いて、推奨レースをね、基本的に12レースぐらい前日にピックアップしておきます。で、これツイッターでね、前日にちょっと出しとこうかなって思ってます。で、硬いと思われるレースをここも方を用いて実践をしていきますと。で、まあ、もちろんね、硬いレース選んでるからすぐに当たる前提、今徳山始まりましたが、ちょっと説明続けます。で、すぐ当たる前提なんでね、ちょっとレート高めでいこうかなと思っております。損切りポイントはね、深くなりすぎないところで、まあ、ちょっと高めのレートでいくんで、7回目、総投資が3万3000になるポイントでやっていこうかなと。
で、順位変更してるレースだったりとか、初日系、まあ、初日も番組によってはまあやってもいいかなって思ってるんだけど、その辺はね、ちょっと対象レースから外しながら、より的中率を上げていくっていう、考え方ですね。ただ1マークでほぼ決まっちゃうから、その辺はちょっとね、どう番組動画作りができるかっていうのは課題ではあるんだけど、あとはオッズがね、安くなりすぎるとかね、もろもろまだ課題はね、あるんですが、とりあえずこのやり方でやっていこうかなと思っております。で、ここの徳山はもう外れてますね。 まあ21の徳山、まあいいでしょう、どっかで当たるはず。はい、そんな感じで進めてまいります。よろしくお願いします。はい、じゃあ、ナルト2レースですね。今までのココモだと、情の掛け持ち禁止にしてたんですが、このルールのココモの場合は、もう情バンバン変わっていきます。どっちがいいのかね、未だに分かりませんけどね。はい、まあ、とりあえずこの形でやっていきます。インノクラタニさん、もう抜群の信頼度。まあ、その外のね、人たちをと見比べてっていう話ですかね。はい。まあ、ナルト1レースも1、2で決まってたので、ここはまあ大丈夫かな。まあ、ナルトこれ初日なんですけどね、実は。初日外すとか言っときながら、番組次第では。まあ入れてもいいのかなっていう感じ。さあ、1号になるんじゃない？ 1 号になったら当たります。あ、5が刺さるの5が刺か。さってる。あ、でも大丈夫行きかな？過どうぎ、いかや、行き過ぎ。もうこれは、あー、いやー、ワンチャン倉谷さんなら、そこで差しか、OK、1号になるでしょう。でもこれでね、当たるんですよ。だから割とポコポコあら、ね。5が出てる。いや、大丈夫、大丈夫。これは内側におれば大丈夫です。割とね、当たるんですよね。で、考え方としては、やっぱ一番人気ここもね、あら、また差し返されるのか。焦ってる。いいね、ああ。いいね。あー、なるほど、面白い。まあ、一番人気は、基本的には避けて買います。俺また行く。うおーい。わかで、んない。2番人気、3番人気、4番人気ぐらいのところを、まあ、選んでいく感じにはなると思います。1番人気買うと 2.6 倍割るケースが結構多いんでね。はい、まあ、ここは5-1になりましたね。OKOK。 で、今日500円レートなんで、ここ1000円、次が1500円上がっていきますね。ポンポンと、まあ、早めに当てていきたいと思います。はい、じゃあ徳山3レース、ココモが4回目、掛け金が1500円のところですね。今日は500円レートでやってます。来月本番はね、1000円レートでいきたいなって思ってるのですが、今日は、まあ、デモンストレーションなので500円に抑えてます。ここもね、もう徳山明恵ちゃんの陰線で、もう僕はもう明恵ちゃん好きだから、まあ、好きだからとか言って。来なかったらね、どうしようもないんですけどね。あら、4が出たね。やめて。うまい。うまい、あけちゃん。今1、2が日14。これで、もうどっちかは確実に当たったと。で、スタートに戻るので、2500円と、また500円に戻ると。で、これ締め切り時間がこのココモのやり方だとかなりね、キツキツになってくるんですよね。なので、その辺ちょっとレースを見ながらも掛け金を調整して、今僕はもう次のナルトのレースを買ってると。はい、買いました。で、当たったか当たらないかで、まだちょっとね、買い目だったり金額変わってくるのですが、ここは14になったね。安い方。ただ2.6倍以上はついてるので、プラスになりますよと。幽閉が一応にしてたんだっけ？あれ、あいつ来てないね、そういえば。何の連絡もない。今頃、初めて取れる。幽閉は来てないあの、幽いつ、閉の。ふざけやがって。うん。で、ここはですね、14が3.2倍だったので、あ、そうか、高めの方か。うん、高めの方あ、よかったよかった。だよ。1、2が2.7倍でしたね。うん。だから、まあ、
0.6 倍分ぐらいのプラスって考えると、ここまではね、まあ、この辺がいいところですね。まあしっかり当たったので、あとはこれを繰り返していきますよと。で、2人でやってるので、まあ2セットぐらいまでかな、やったとしても、はい、そんな感じ。まああとはいい塩梅でね、プラっとけば、トータルでプラれば僕らはいいかなって思ってるので、そういうやり方で進めていきます。ここはとりあえず当たりました。ありがとうございます。はい、ナルト3レースです。ちょっとね、もうバタバタバタとなっておりまして、スタートちょっと映像切れたかもしれないんですが、1314おきつさん4号艇ですね。で、因縁の小馬さんが2号艇にいる。で、小馬さんよりまあ当然おきつさんでしょって感じで、14僕が2500円で、ゆうへいは2セット目の1回目に戻ったので、500円と13500円で買っております。お、あー、小葉さんこれいくかな。小木さんそこきついかもね。あー、でも膨らんだな。14ただね、14これ 2.4 倍に下がっちゃったんで、僕2500円です。14買ってるんですが、まあ、トントン最悪100円200円負けみたいな感じになりますね。で、買う前までは 2.7 倍あったんですよ。ただ結局締め切りで 2.4 倍に下がっちゃいましたね。まあまあ仕方ないかな。もうまあ当たれば、まあ当たらんよりはね。ただこの辺がちょっと最後ここものね、難しいところですね。締め切りでやっぱグッと下がっちゃう、たまに下がらない時とかもあって、まあ一般戦の2連単ってこうなるんですよね。だからちょっとやりたくないな、ここもやりにくいなって思う部分でもあるんですけど、ただ当たれば楽しいっちゃ楽しい。悩ましいとこですね。でもよかった。あ、まあ、とりあえず一応当たったので2セット目に2人とも入れると。お、はい、まあそういった流れです。まあ、今日は2回当たるまで、やっていきたいと思います。はい、じゃあ徳山4レースいきます。ココモが何回目だっけ。2セット目の1回目2回目ですね。はい、まあ順調に当たってはおります。え、まあ収支がね、別に大きくプラってるわけではない、トントンちょいプラぐらいですね。いや、今マイナス100円だ。今、まあ、かけてるからマイナス100円、まあトータル的には若干浮きかな。はい、でここは1、2、小賀さんがね、ちょっと地元でモーターも多いってことで人気はしてるのですが、買い目は1314、もう1、2はね1倍台です。1、2、3に関してもさっき見てたら OK、 1、3になる。あ、粘るの、粘れるのか。あのモーターだとやっぱ粘れるんだな。ただ4、真帆ちゃん頑張ってくれたらここはまあまあいいよ。7倍ぐらいつきますよ。あ、でも3 3で1、3になるのか。うん、まあ1、3もあります。ただ3倍なんでね、まあ真央ちゃんの方が良かったけど、まあ実力的に1、3か。まあ当たりましたね。だからどうなんだろうな、当たるんですけどね、当たるんだけど、これが面白いのかどうかっていう疑問がね、やはりちょっとだけ残るんですよね。ただココモとしてはこれがいいのかな。なんか僕去年のね、それこそこの時期はずっとこういうココモを一人でやってて、ずっとそういう疑問を抱えながらやってたんですよ。で、このココモはね、複数人でやるとより精度が上がる。他の場の展示とか見てもらいつつ買い目を決めていくことができれば、もうチームでやるにはねすごくいいココモかなと思うのですが、まあ、ここはねとりあえず当たりました。当たったのでまあよかった。で、次ナルトがすぐ始まるので、ナルトも見ていきたいところ。もうこれ1、3できたので、すいません、ちょっともうナルトに変えますね。はい、すぐさまナルト4レースですね。ここはいやーちょっといいやー3、4
行かれましたね。ここはやられた。まあ全然やられてもいい場所なんでね。ただここから攻めるが、ヌーは4-1。はい、じゃあ三國の2レースいきます。ココモが僕が3セット目の1回目、雄平が2セット目の3回目、あ、4回目4回目か、はい、ちょっと分からなくなる、はい、ここはね、ちょっと2コース本橋さんの方がどっちかっていうと人気っぽいんだけど、インから買うとオッズがそこそこ、1人以外がね、来たらそこそこつく。で、三好さんがね、そんなうまいよ。おー、5が来た。1号。お、1号来た。5が刺さんなよ、切れろ。三好さん、切れてくれ。頼む。いや、三好さん、うまいんですよ。このメンバーでやるんだったら、全然余裕で2着ある。ただ、1着はきつい。1着はきつい。2着になっちゃった。三好さん、1着になるのかよ。え、これは大きいんじゃないの？まあ、満州ですね。いや、だからこんなん125の3連服とか変えてるはずだから、まあ 3.7 倍なんですけどね。だからどっちがいいんだろうな。ちょっとこれはね、ぜひ皆さんよかったらコメントで教えてほしい。やっぱもう破産していくのが楽しいっていう人もいるし、ね、でも負けた回結構そうね、評価的にはね、不思議とさ、なんかこういうギャンブル系の YouTube はさ、負けてざまあみたいなのが評価につながるのかなって思ってたら、いやいやお前ら何負けてんだよみたいな評価じゃないですか。そこがね結構悩ましいというか、まあね、勝って OK っていう動画が撮れるのがもちろん一番いいんだけど、その勝ち方をね、そのどっちがいいのかな。3連複で3着争い楽しめた方が動画的にいいのか、それとももう完全に終始にこだわって、まあ、2連単とかね、そういったので勝負していく方がいいのか、はたまた、ね、違う方法があるのか、その辺をね、未だに悩んでおります。ここは5頭でしたね。はい、まあ、そんなのも考えつつ次に行きたいと思います。はい、じゃあ三國3レースいきます。ココモが僕が3セット目の2回目、雄平が2セット目の4回目、5回目ですね。今日はちょっとね、シミュレーションとして、2連単で僕がピックアップしたレースでやっておりますが、今のとこ僕とジョージの、結論として2連単やっぱちょっとねってなってます。3着争いやっぱしたいよねっていうところですね。ここ皆さんがねどう思うかぜひね教えていただきたい。もう森林さんがやっぱりちょっときついね。あらららららら、6 めちゃくちゃ荒れるやん。でやっぱ上を掛け持つ今日の三國ね、ちょっとね荒れがちなんですよ、風的に。穴向けの三國の日、最終日だったんですけどね。でやっぱここも若干荒れると。でこれはやっぱ掛け持ってるとそういう情報がちょっと入ってきづらい、まあ、入っては来てるんだけど、読みにくかったりもするなって今改めて思ってます。ちょっと映像がすみません、撮りました、ね、6582倍。まあちょっとフィット離れでね、4号艇が遅れたりもして入れ替わったっていうのもあるけどね。難しいですね。当たってはいるんだけどっていうところ、なんかね、なんとも言えないな。まあ面白い、盛り上がるのはやっぱ3連単3連複ね、争っているところが盛り上がるのかなっていうところなんだけど、
まあ収支的にそれがね安定しづらかったっていうのもねありますからね、なんとも言えないとこですね。654は1878番かー、三国ありますね。大久保さんもね、絡まなかったら相当高いよね。まあ3が入って、3が入っても884番。いやー難しい、もう2連単こうなったらもう全く面白くないし、ね、なんとも言えないな。はい、じゃあ三国4レースですが、本来買おうって思ってた三国のレースなんですけど、ちょっと今日のね三国荒れがちなので、ここは剣させていただきます。まあ買おうと思ってたのは1213、今いちごも気にはなってたんですが、まあその時のねココモの状況次第かなって思ってたんだけど、そもそももう今日は三国は、まあ、最終日だから狙いやすいかなって思ってたんだけれども、どうやらちょっと買いづらい、スリットがね結構ばらけてるマイレース、まあここはね、あら、ちょっと接触が、まあ、5がまた来たね、1号ね、まだ5が来たもんね。そうだから本当はまあちょっとここはね、まあ本当に買いたいなって思ってたとこだったんですが、まあたらればですね、ここは来てるから、ね、いいものの、まあここも的にはちょっと手が出しづらいなっていう部分でしたね。で、ゆうへいから謎の LINE が届きまして全く理解できない、11時27分すいません電源切れてました、やけんなんややけんなんやっていうラインがね届きましたまあちょっとねこの2連単でいくのか3連単3連複絡めていくのか、面白さで言えば3連単3連複かな、まあ堅実度で言えば2連単なんだろうけど、そこどっちがいいかね、ちょっと皆さんのコメントとかも参考にさせていただきながら、決めていければいいかなと思ってますが、まあ今のところ僕はね3連単やっぱ当てたら気持ちいいですもんね。で実際1月は僕勝ってたし僕はね。ジョージどうですか、やっぱ かけた方が面白い。いや僕はもう見る方がいいけど、ね、なんか そこもね考えどころかな。あともう一個考えてんのは、ゆうへいさん、ゆうへいさんじゃねえ、ゆうへいなんであいつにさんつけようと、ゆうへいに10万ぐらいちょっと貸そうかなって思ってて、でそっからここまで勝ったら毎日返済していけよみたいな企画もね、やろうかなって思ってますまあちょっとあいつとも話しながらどっちがいいかねちょっと検討していきたいな。今日はちょっと2連単でね、時間の都合で次がちょっと最終になってしまいますが、まあ今日はデモンストレーションなんでね、まあ最悪負けれなかったとしても、まあ今日は今日で OK ということで、はい、次最終レースやっていきます、はい、じゃあ小島4レースいきます。ちょっとジョージの時間の都合とかもあってですね、ここが最終レースにしたいと思います。まあ今日はシミュレーションなんでね、もうここ来なかったら損切りって形で終わらせていただきたいと思います。1314ですね。で、まあ来月からまあねどれがいいかっていうのはもちろんあるんだけど、まあここそれぞれねやりたいやつやればいいんじゃないのって話にも、なりそうなんで、まあその辺考えながらね、いいところを選んでいけたらいいなと思います。ここは1、うん、いやーほら大丈夫あー来た15ね、ちょっと褒めたんね。いやそう、彼はね思い切りがいいレースをよくしてくれるんですよ。で何回もねそういうのを見てきて、まあ道中だったりとかね、その辺まだまだ課題はあるんだけど、うん、かなりね、見てて気持ちがいいレースをしてくれる選手ですね。まあ僕は個人的に、僕が13、雄平が15、ジョージが14っていう目で、山崎さんが12っていうね、勝手にそういうイメージで
チーム分けをしておりまして、まあ、ゆうへいは来てたら1号あいつね、かけさせてたんだけど、謎の欠勤なんで。自分の電源が切れてたんじゃないかな。ね、まあまあまあ、いいや。まあちょっと2連単はだからね、動画的にちょっとどうなんだろうなっていうところに改めてちょっと今日気づかされた部分はありますね。まあやっぱね、ボートの楽しさは3着争いだって僕は思ってるので、まあ僕がちょっとその辺やりつつ、まあ雄平ジョージが、独自でねガチで予想したりとか、あとは2番人気縛りとかをしてみながら、まあ3人で、まあ誰がね回収率うまいんだっていうね、まあ、そういう争いをやっていければまあ一番いいのかなっていう感じですかね。はい、はい、残念ながらここはまあ外れましたが、まあ今日はちょっとシミュレーション半分だったんでね、まあそんな言って負けまくっとるやんいやいや話なんだけど、2月はね、はい、2月きちっとね結果を出せる、まあ1月なんだかんだ僕ちゃんとプラスですからね、5万以上ね。はい、なのでまあその辺かもしながら2月改めて応援していただければなと思います。チャンネル登録もね、おかげさまで700人をズバッと超えて今722名かな、うん、本当にありがとうございます。1000人に向けてねちょっとしっかりね、内容を固めて勝てる番組作りっていうのをね、やっていきたいと思いますので、まだしばらくねもごもごするかもしれませんが、しっかり追いかけていきたいと思っておりますので、ぜひ応援のほどよろしくお願いします。はい、それでは見ていただきありがとうございました。まあ今日はね負けてしまいましたが、次回以降しっかり勝ちにこだわっていきたいと思います。それではまたご視聴していただけると嬉しいです。ありがとうございました。